いやー、うまかった。いい店だったなー。やっぱりなー、店の前通った時から雰囲気あるなと思ったんだよなー。あ、あれが大将かな。かっこいいなー、なんか。男って感じで。ああ。いい店を見つけた。ああ、さすがの手さばきだ。何を作ってんだろう。貫禄すごいな、やっぱり。うまい店の大将ってのは雰囲気があるね。う。うまそうだな。ああいうこまめな味見が大事なんだな。いやー、腹いっぱいだ。なんか団体さんでも入ってんのかな？皿をたくさん並べて。いやー、忙しいね。まあ、年末だからな。忘年会とかあるのかな。忙しくなるのか。まあそろそろお会計にするかな。あ、舟盛りか。今度うちの会社で来るのもありだな。ああ、ここの舟盛りはうまそうだぞ。あ、そう。なんだ。それもう食べていい？お弟子さんかもうな。腐っちゃってそれ。まかないよ。邪魔だ。よっしゃ、帰ろうか。すいません。あ、お会計いいですか？動け。はい。いやー。誰かいないの？申し訳ないな、作業中。いや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 いいやー、すいませんね。ありがとうございまいす。やー、美味しかったですよ。いや、私初めて来させてもらったんですけどもね。そうですか。もう、お店の前通りかかったら、本当に雰囲気があるお店だなーと思って、ここは美味しそうだなーと思って入ってきたら、そうですか。本当に全部美味しかった。もう、お酒の種類も豊富でね。いやー、ここはちょっとぜひまた来させていただきます。ありがとうございます。こちらは、お店いつからあるんですか？ここは、私が生まれる前からあります。生まれる前から。はどれぐらいになるんですかね。立派なお店だったんでね。もう、お客さんいっぱい来るでしょ。ねまあ、結構来ますね、やっぱり。ありがたいことにね。え。いやー、でも、ぜひね、やっぱこんないいお店は、なかなかないので、もうこの後、どうですか？後継ぎの方とかもいらっしゃるんですか？後継ぎ？ええー、いやいやいや、私は、息子がいないもんでしたね。ああ、そうなんですね。ご結婚は、まださしてれ、ないんですよ。ああ、してないんです。あ、そうなんですね。まあでも、あれですね。弟はいるんですけども。弟さんにね、じゃあ、まず、じゃあ、こう、継いでもらうってのも、いいんじゃないですか？じゃあ。いや、そんな甘くないですよ。
そう。まあ、弟はまだもう、よちよち歩きですからね。いや、そんなことないでしょ。いや、ひよこですよ。あ、そうですか。まだ任せらんねえよ。まあまあ、その、まあ、そこはね、私はその、そこ口出しはちょっとできないので。もう、もうちょっと、自分の力でこう、立って、歩いていけるようになったら、そしたら、任せてやってもいいかなっていう感じだな。一本立ちよ。すいませんの、お疲れのところ。朝も早いんじゃないですか？ああ、そう、ちょっとね、朝早いのよ。道具の手入れもしないといけないしね。ああ、そうですか。毎朝しっかり手入れされて。そう。道具の手入れも必要だし。すいませんね、ちょっと、腰が。ああ、大丈夫ですか？腰と腰がね。もう。じゃあ、そういう手入れも、その積み重ねが大事ってことですね。そう。で、まあ、その手入れが終わったら朝から練習と。あ、練習もされてるんですか？まあ、本番に向けて練習しないと。いやー、これはちょっと、本当に尊敬します。本当にもう毎日のその繰り返しがね、大事なんですよね。たまには息抜きもしてくださいよ。まあね。まあね、私が一番好きなのは、あれかな？仕入れ作業かな？仕入れ作業。仕入れ作業は好きなんですか？仕入れ作業が一番好きかな。これまたなんか。なんかね、あの時間が一番落ち着くのよ。他の、ね、なんかお店やられてる方ってそういうもんなんですかね？私はもう全くわかんないですけども。わかんないよね。そうですか。そうですよ。いや、でもまたぜひ、来させていただきます。ぜひ。お願いします。じゃあ、大将、お会計よろしいですか？大将？いや、大将じゃないです。私。はい？違いますよ。大将じゃないです。大将じゃない。大将でしょうよ。さっきからすごいね、中で作業されてましたけど。いや、大将じゃないんです。私、この店の、息子の、中学生です。息子の、中学生？中学生？はい。はい。何歳？13っす。中学1年生？そうっす。そうだったの？そうですよ。ごめんね。どうしました？いやいや、その、何があったんですか？貫禄がすごいからさ。貫禄がすごいよ。中学1年生だったんだ。そうですよ。でももう、あれだ、お店も手伝いして、さっきも中で、こう、作業してたよね。作業？すごい包丁さばきだったよ、なんか、トン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 つって。これ！そう。すごいね。これ！うん。違う、これポケモンで、モンスターボール投げた子捕まえてたの。連打しないで。ポケモン？そう。中でポケモンやってたの？ゲームボーイの。ゲームボーイのポケモンやつだ。連打しないとあれ捕まえられないから。投げた後ね。あれ連打するやつ。それやってたの？紛らわしい。すごい、なんかみじん切りしてるように見えたからさ。違う、みじん切りなんかしたことないよ。したことないの？うん。で、あと、なんか味見もしてたじゃん。うん。味見そう、鍋からさ、こう、レンゲ、でっかいレンゲで。うん。違う、つまみ食いしてた。つまみ食い？しゅう言わないで、これ。だったらもっとこそこそやった方がいいよ。全部見えてたよ、こっちから。あら、そう。つまみ食いだったんだ、あれ。さっきもなんか団体さん、でも団体さんが来るからってすごい、なんかね、お皿並べて、わーってやってたね。それちゃんと手伝いしてたんだよ。違う、あれよ。ん？お皿、並べて、うん。またさらに重ねて、カップの、あれみたいな感じで遊んでた。なんか、コップ、なんか、プラプラってやるやつ？そう、それ。あれ、やってたの？それは、ちっちゃい小鉢で。ちっちゃい小鉢で？うん。危ない、割れちゃうよ、あんな、プラってやつ。確かにね。海外でなんかやってるやつ、あれ。そう。あ、それやってたんだ。うん。暇だからね。なんか、途中、船盛りのなんか、船出して、なんか、泳がせてたよね。あれは何？あれは、船を泳がせてた。船泳がせてたんだ。そう。中学生っぽい、確かにあれは遊びだったんだね。そう。テンション上がっちゃったんだ、船。あれ今度、川に持ってこうかなと思って。
ダメだよ、お店のもん勝手に持ってっちゃう。川に持ってて、みんなで、うん。笹舟、ね、レース。笹舟レース笹舟レースやるときに俺だけあれ持ってってやろう。うん、ダメだよ、卑怯だよ。うん、でも負けそうだけど、あれは。まあ、うん、浮かなそうだし。重たいからね。うん。あと、なんか、でも、なんか指示出してたじゃん。それ食べちゃってるんですよ。あれ何、何お弟子さんに、なんか巻かない？いや、違う、あれ、うちの飼ってる猫に、キャットフード。猫？そう。家のリビングと繋がってる、ね、じゃあ、そっちか？そう。おい、もうそれ食べちゃって、それ。いや、まあ、猫に言わないよ、それ。それ。え？おい、もう残すなよ。いや、猫にそんな。誰も来ねえんだからな。猫に言わないよ。うん、食べちゃってって言わないよ、その。猫自由に食べるんだから、あれ。キャットフード置いといたら。あ、そうなの？うん。あ、そういうことだったんだ。そうよ。紛らわしい。いや、今、働きに行ってるから。あ、働きに行ってるじゃん。外出て、出ちゃってるから、買い物行ってるから。あ、お父さん？そうそう。あ、そういうことだったんだ。あ、だから、そういうことか、その、店が生まれる前からあるよってのも。だからもう、13歳だから。うん。あ、そりゃそうか。生まれる前からってのもそうか。大変だよ、こっちもね。何が大変か分かんないんだけどさ。だからごめんね、なんか変な質問しちゃって、息子さん、息子さんいないよとか、変な質問だなと思ったでしょ、後継ぎは、後継ぎどうのこうのって言ってね。うん、後継ぎ、うん、だからその息子はいないよって、まあ、そりゃそうだよね。弟やる。うん。でも、弟、その、あ、よちよち歩きって言ってたけど。あ、だから赤ちゃんだから。あ、赤ちゃんだからか。1歳半だよ。あ、そういうことか。全然任せられないよ。そうだよね。そりゃそうだよね。そうだよね。中立たして。中立たしたら危ないよ。そうか、そうか。全部繋がったわ。うん。でも結婚。赤ちゃんだからね。うん。結婚まだしてないっていう言い方はしない方がいいよ。うん。それはまだしないだろうし。ややこしいかい？うん。ちょっとややこしかったよ、あれは。うん。笑い方、貫禄すごいなもん。膝大丈夫？成長痛だから。あ、成長痛だったんだ。すぐっと。オスグッドはそう。オスグッド、うん、懐かしいよ、おじさんからしたら。オスグッドっていうのは。でも、仕入れ作業が一番好きだね。俺はね。でも、仕入れはしてんだね。仕入れ、仕入れはしてる。仕入れはしてるっていうか。うん、仕入れはしてんだ、ちゃんと。押し入れね。押し入れ。は？一番落ち着く。一番落ち着く？うん。押し入れ。仕入れ作業が落ち着くみたいな。いや、仕入れよ。それは。お尻の中が一番落ち着くわ。それはもう、おじさんを引っ掛けようとしてきてるだろ、それは。え？なんでお尻が一番落ち着く、仕入れ作業が一番落ち着く。それ無理あるだよ、え？ああ、それはもうさすがに、おじさんちょっと騙されちゃうよ。そこまで振りかぶられたら。これはズルだったかな。ズルだったよ。これはズルだった。仕掛けていってたのかい？ああ。朝早くて道具磨くんすよだけど、だからそういう包丁の手入れとかちゃんとしてんだね。いや、違う、それは野球部だから。野球部？そう、野球部の朝練があるだろ？だからよ。うん。バットとかこう磨くんだよ。喋り方なんでそんなおじさんなの？君は。ああ、そらそうだ。え？もうおじさんの喋り方だよ、君。13歳とは思えないよ。おじさんの喋り方ねえだろ。いや、ねえだろじゃねえだから野球部があるからよ、朝からよ。あ、それでバットとかグローブを磨いてたんだ。そういうの、まあ、紛らわしいね、ほんとに。大切にしないとよ。ああ、それはもう立派なことだ。ああ、そういうことだ。そうか。じゃあ、お会計って行きたいんだけど、お会計はできる？お会計はね、できないよ。あ、できないか。そうか、じゃあ、おじさん帰ってくるの待った方がいいか。あ、そうやな。うん。オッケー。じゃあ、ちょっと待ってるから。うん。ちょっと待って、待ってくれ。あ、いやいやいや。よ。ごめんね、なんか作業中に。よ。うん。ああ、もう、あれ、13歳か。うん、それも口を閉じる。いや、それ猫にだろ？それ猫に言ってんでしょ？それ。ほんとに紛らわしいなぁ。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。